晴れてるのでちょっと遊びに行きます。まあちょっと遠出するってつもりはないので、僕が住んでいる岐阜県のね、ところを行こうと思います。ずいぶん昔でもないか、結構前に、琵琶湖を行った時にねやり残したことがありまして、でそのやり残したことをやりに行こうっていうことですね。っていうのは琵琶湖を一望する展望台巡りみたいなことをかつてやったんですが、一番重要な展望台が、その当時ですね、まだ冬季期間中、まあ春だったんですけども、まあちょっと営業前で、開通してなくてですね、そこに行くための道路がなので、泣く泣く断念したそういう場所なんですけれども、そこにねちょっとあれから時が経ってその道路が開通したので、遊びに行くそういうつもりです。今目の前に見えている奥の方の山、これが今日の目的地です。岐阜県を代表する百名山の一つ、まあ、岐阜県 と、滋賀県の県境になる山ですけども、伊吹山。この山は山頂付近まで車で行くことができるので、ドライブロードが整備されているってことですね。非常にね風光明媚なドライブロードなので、天気がいいってことでちょっと来てみた、そういう感じです。吹山ドライブウェイ。さあどんなドライブになるかな。天気良すぎるからね、最高のドライブになりそう。こんにちは。はい。ここは、城平寺越え駐車場と呼ばれる駐車場だそうです。こっからの景色がこういう感じで良さそうだっていうんで、今ちょっと車降りてみます。この駐車場は標高900メートル地点ということです。いろいろ山が見えるんだね。あ、御嶽とか乗鞍とか見える。これは多分白山ですよね、位置関係的に。着いたよ、おはぎさん。ここが伊吹山山頂駐車場、1260メートルなり。向こうに見えるは琵琶湖ですね。で、ここがね歩いて20分くらい歩くと山頂に到達できるっていうハイキングコース、整備されてるんで全然装備いらないっていうね。
お手軽登山ができるポイントですね。まあ、ちょっと猫連れてってわけにはいかないので、まあ、フラッと歩いていこうと思いますが、そもそもペットを持ち込まないでって書かれてますね。どうやっても無理ってやつやな。はい。でおそらくこっちは岐阜県側になるのかな。あの山なんだろう、雪かぶってる山。岐阜県側は御嶽山ですね、きっと。これね、見えてますね。百名山、3000m 級、伊吹山におはぎさん登場しました。おはぎ、琵琶湖も見える。琵琶湖、伊吹山、おはぎさん、降りる？こんな展望台もありますね。まあ、ここ登るんだったら山頂行くだろうって気はしますが、まあ山頂に行けない人のためにの割にはバリアフリーではないっていうね。はい、こんな感じですね。うん、琵琶湖がちょっともやってるけど、まあキレキレで、山頂がこっちね。で駐車場はまあまあ広くで、ここの遊歩道を通って山頂を目指す。うわ、上に人いますね。あそこが山頂らへんかな。はい、歩いて行ってみようと思います。山頂に向かってね、行こうと思います。入山協力金っていうのが300円ってことで、300円入金します。はい、よろしくお願いします。じゃあ、あれ、山頂まで40分って書いてる。20分って思ってたけど40分か。で、ここを開けて進入。さあ、雲があんまりなくて青空、琵琶湖を見ながらハイキングと行きたいと思います。いや、美しいね。うん、ところどころに動物よけなんでしょうかね、バリケードがしてあって、まあ、整備されてるのはすごく歩きやすいんですけど、このバリケードをくぐっていかねばならんってことやな。はい、ここの時点で山頂まで 840m、 まあ、すぐですね。まあ登山ってほど登山じゃないですし、そんな装備もしてなくスーパー軽装できてますが、まあそれにしても山歩きのいいところってね、時折振り返った時の景色だよね。これがやっぱ山歩きの醍醐味だよな。もう駐車場の遠い。おはぎさん元気かな。山頂まではまだ少しありますが、琵琶湖がついに全貌を表しました。一月ぐらい前に行ってたんですけど、琵琶湖の展望台巡りみたいなのやったんですけどね、琵琶湖が大きすぎて一部分ずつしか各展望台見れなかったっていうんで、琵琶湖の全体像っていうのがね、見れないなって思ってたんですけど、やっぱり伊吹山に来ると全部見、まあ、全部じゃないけどほとんど見えてるって状況ですね。いいね、琵琶湖、念願かなったな。で、眼下には曲がりくねった道見えますかね、登山道ですね。ここね、登山道があって、あ、人歩いてますね。ぐーっと、結構これ急坂コースですけどね、ぐーっと歩いて、で、ここにたどり着く。で、山頂は向こうっていう感じです。なかなか楽しいハイキングコースですね。さあ、もうすぐ着くぜ、山頂。山頂には神社もありますね。トイレ立派だな。あれトイレですよ、すごい立派。売店、喫茶店、ビールも飲めるみたいね。はい、山頂1377m。
もうちょっと先か。三角点はどこだ。あ、お土産屋さんすげえいっぱいある。こういうとこって山頂だからね、1店舗2店舗くらいしかないはずなのに、すげえ。何軒あんだ。伊吹山頂来ました。ここに、これが一番山頂付近なのかな。はい、大和たけるの尊が鎮座ましましております。うん、奥に琵琶湖、いいじゃない。そんなに高い山じゃないからね、山頂が草原なんですね。やっぱ2000メートル3000メートルになる山頂とはやっぱり様相が違いますね。結構広い山頂でぐるりと散歩することができるっていうね。でもなんかこのバリケードがあるせいでいい景色が見られないんで。三角点、あの場所三角点らしいっすよ。じゃあそこが一番高いの。はい、ありました、伊吹山一等三角点 1377.33。 これね。はい、三角点伊吹山。おー、あー、でも琵琶湖が半分隠れちゃってるね。まあ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 、すごい岩場の山ここは。であっちが岐阜県なのかな。でこっちが滋賀県なんだろうね。また琵琶湖が一望できるポイントにたどり着きましたね。ちょっとこのバリケードが景観を乱してるか。ここに人いますけど、ここで見た景色が一番綺麗だったね、琵琶湖見るには。うん、まあでもここも悪くないね。お、駐車場が見えるポイントにやってきました。あ、私の車も見えてるね。ん？ここを降りてくと帰れるのか。よし、じゃあ駐車場まで歩いて帰りましょう。で、駐車場までの帰り道、来た道とは違うルートですけどに、こういうレールが、モノレールがあるってことは、これを使ってきっと山頂の山小屋、あの喫茶店とかの物資を運んでいるんでしょうね。降りていくときの方が景色見ながら降りていけるから気持ちいいね。琵琶湖が今見えてますけど。で、目指すはあそこの駐車場。こう降りてきましたね。こう降りてきて、こう降りてきて、今ここって感じやな。もう少しで駐車場。はい、降りてきました。ここはね、中央登山道っていうところらしいですね。で、こっちが西登山道。さっき言った行きの道は西登山道っていうね。これだ。こう行って、で、こう帰ってきたってことですね。こっちは行ってないっていうね、そんな感じで。ここが東登山道、行ってない方の出口。これは下り線より登ってはいけないらしいですね。で、山頂駐車場には売店があって、ここ珍しいの売ってんすよね。これこれ、薬草ソフトクリーム。面白いっすよね。こんな感じの薬草がいっぱいブレンドされてるそうです。買っちゃいました。ちょっとね、上から降りてきて体が熱くなったんで、ソフトクリームね。はい、おはぎさん伊吹山に登場。琵琶湖が見えてる、伊吹山も見えてる、
おはぎもいる。素晴らしい構図じゃないのよ。おはぎさん、おはぎ、美しい。いや、いい天気だね、ほんと。いやいいね、いいね。琵琶湖に、伊吹山に、おはぎさんってね。くつろいでおられます。マギー、近い近い。それでは駐車場を後にして、この伊吹山ドライブウェイを降りようと思います。帰りの景色も絶対いいよね。途中の待避所みたいな、路側帯みたいなところですけど、山並みとおはぎ、いいね。そこ崖だからね、あんま進むなよおはぎ。伊吹山のドライブウェイ見えてますけど、おはぎが草に夢中ですが、青空、伊吹山、おはぎ、いいね、いいね。ここは岐阜県側ですね、今ね。アギー、アギードライブローダー終了。いい道でした。